サインアドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はモロヘイヤの摘心から収穫、追肥についてやっていきたいと思います。こちらのモロヘイヤなんですが、種をまいたのは4月の下旬になります。自分たちで苗を育てて植えています。モロヘイヤはですね、緑黄色野菜の王様と言われるぐらい栄養価も高く、さらにですね、夏場はほうれん草などの葉物は作りづらいんですが、モロヘイヤはですね、種も安く、作りやすくておすすめです。モロヘイヤはですね、寒さに弱いので初期生育はゆっくりなんですが、暑くなってくるとですね、肥料がなくてもどんどん育ってきます。ちなみにですね、モロヘイヤは品種による違いがなくて、モロヘイヤはモロヘイヤです。こちらのモロヘイヤなんですが、ちょうど今ですね、草丈が70センチぐらいになります。何もせずに育てる方法もありますが、モロヘイヤはですね、早生が強いので、あっという間ですね、人よりも高くなってしまいます。そうしますと、収穫も大変なので、およそですね、4、50センチで摘心をします。私たちの場合はですね、草丈が70センチぐらいの時に、およそですね、20センチぐらいの長さで摘心します。そうすることで、摘心した部分も食べたり販売することもできます。早くですね、摘心したい方は、草丈が4、50センチで、ほんの成長点だけをですね、摘むようにして切るといいと思います。それではですね、まず実際に摘心からやっていきます。こちらのモロヘイヤはですね、ちょうど草丈が70センチぐらいになります。もうすでにですね、脇芽も伸び始めています。こちらをですね、上から20センチのところで摘心していきます。上からですね、約20センチぐらいのところで切っていきます。これで摘心が完成になります。この後ですね、脇芽がどんどん伸びてきますので、収穫もしやすいですし、たくさん収穫することができます。こちらはですね、草丈が50センチぐらいになります。50センチぐらいで摘心する場合は、こちらのですね、成長点を切ります。この成長点のところだけ切ります。これで摘心が完成になります。草丈がですね、4、50センチで摘心してもいいですし、70センチのところで切る方法もあります。次にですね、収穫をしていきます。収穫はですね、基本的には主茎の本葉の付け根から出てる脇芽を収穫します。長さはですね、およそ20センチぐらいで切ります。今ですね、伸びているのはすべて脇芽になります。こちらをですね、20センチぐらいで切っていきます。脇芽を切った後もですね、このように残っている節のところからさらにですね、また脇芽が伸びてきますので、何度も何度も収穫することができます。モロヘイヤはですね、スーパーなどで見かける場合はですね、長さが15センチから20センチぐらいだと思うんですが、家庭菜園などではですね、この上の柔らかい部分のところだけ、葉っぱの大きいところだけ収穫するのも一つです。このようにですね、上の大きい葉っぱのところだけ短めに切るのも収穫としては大丈夫です。ちなみにですね、モロヘイヤは暑い夏に収穫することが多いと思います。ですので、収穫してからですね、割とすぐにしおれてしまいます。ですので、食べる場合もそうなんですが、出荷などする場合、そういった時はですね、特にすぐに袋などに入れて冷蔵庫で冷やしてください。そうすることで長持ちします。次に、追肥についてやっていきます。モロヘイヤはですね、暑さに強く、この後ですね、真夏に向けてぐんぐんと成長してきます。例えばですね、キュウリやナスなど、果菜類は2週間に一遍追肥をするんですが、モロヘイヤの場合ですね、1、2ヶ月に1回の追肥で大丈夫です。もっと言えばですね、前作の肥料が残っている場合、早生が強い場合はですね、追肥はしなくてもいいです。
今みたいにですね、肥料が特に高騰しているときは、無理に追肥する必要はありません。追肥する場合もですね、私たちの場合はですね、追肥に市販の鶏糞を使っています。鶏糞はですね、効き目は早いんですが、持続性もあります。まさに、モロヘイヤ向きになります。今みたいにですね、肥料が高騰しているときは、安くて、さらに効き目も強く、持続性もある鶏糞がおすすめです。こちらはですね、創生を見ながら、1、2ヶ月に1回軽く追肥してみてください。生育初期はですね、株元にやっていきますが、今ぐらいになりますと、根も伸びているので、マルチを張っている場合ですね、通路側に追肥していきます。市販の鶏糞を通路にですね、パラパラとやっていきます。あまりですね、一気に大量にやりますと暴れてしまいますので、少量で様子を見てください。明らかに暴れているような、創生が強いときは追肥はしないでください。モロヘイヤはですね、寒さに弱く初期生育は遅いんですが、夏にかけて一気に大きくなります。この後ですね、何度も何度も摘み取り収穫をして、10月ぐらいまで収穫ができます。ただですね、モロヘイヤの場合は、モロヘイヤの種にはですね、毒性がありますので、つぼみがですね、でき始めたら、もう収穫をやめてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想は、コメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。